Your call is not available. At the tone, please record your message. あ、もしもし。はい、なしまです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。メッセージの件ですかね、電話いただいたの。あ、メッセージの件で。あの、こちらの場合って補填しても大丈夫なんですかね。この場合、補填しましょう。あ、わかりました、はい。ありがとうございます。はい。それだけです。はい。で、なんか、大丈夫そうですか？まあまあまあ、問題ないですよ。あ、ちなみに、お一つお聞きしたいことがあるんですけど。はいはいはい、どうしました？今、個人やってます？いや、やってないですよ。やってないか、あ、そっか。あ、じゃあ何でもないです。ごめんなさい。はいはい。では、失礼しました。あ、はい、わかりました。なんだ、個人ってなんだよ。もしもし。不在があったから折り返した。どうしたの？ああ、うちのT3 と、もう T3 の不在だったの。ありました。多分カジノの補填の件だと思う。ああ、なんかダヨ君と今ちょうどさっき話したよ。ああ、本当ですか。いや、それの件で連絡つくかなみたいな話で、多分何人かがちょこちょこっと電話しただけなんで、ね、僕はなんかついでじゃないですけど。そうです、そうです。はい、ありがとう。すみません。はい、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。誰かわかんない。ズビズビじゃない？ん？え？ん？ああ。ああ。今日ってまだ起きてる？起きてますよ、僕は。お母さん起きてる？はい。くまちゃん起きてる？あ、起きてる。オッケー、ゼニーはいいや。うん。またちょっと後で電話するわ、二人とも。聞いてください、聞いてください、僕にも。いや違う、用があるんだよ、二人には。ああ、そうだったか。僕には用ないみたいな、そんな。ないよ、だって特に。いや、あるでしょ、なんか。元気とか。元気？元気です。よかった。じゃあまたね。ボートチケットも渡そうかな、一緒に。多分しばらくボートに乗るなんてできないだろうから。でももらってあんまり使わないのもったいないしな。誰かと言ってくれば。はい、もしもし。こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。この後大丈夫？はい、大丈夫ですよ。今どこいる？今クラフトしてます。もうすぐ終わります。どこのクラフト場が？アンブレラの近くの、BMC の近くのとこです。どうしよう、アンブレラのアンシに行った方がいい？はい、あー、今日もうあれですかね、今アンブレラのアンシといっぱい人いるかわかんないですけど、それでもよければ、うん、今回はね、2人で大丈夫。あ、OK です。じゃあアンシと向かう。はい、ありがとうございます。今はもう脳焼きどころじゃないからな。なんだっけ、合同で一緒に海潜りながら逃げた時か、パレットでの待ち合わせの時に鉢合わせた時の、あのドッグ、犬カフェのドッグコインみたいなやつ。もう一緒に渡したかったんだけど、それどころじゃないからね。あとはこっそり食おう、それはもう。じゃあ、ここだ。
にちは。長島さん。あ、こんにちは。はい、そう、くまちゃんに用あって。あ、くまちゃん今いたけど、どこ行ったんだろうな。あれ、くまちゃんどっか行っちゃったかな。もう今さっきまでここにいたよ。いたくまちゃんいた。ちょっと俺行ってくるわ。行ってらっしゃい。あうち待て行く。大丈夫そう？なんか今、うん、無線で大阪大変みたいな入ってきて、あでももう大丈夫。大丈夫。行ってもいいよ。でロードは佐々木てもらったんで。あじゃあ先に渡すか。はい、これあの何バレンタインのお返しのホワイトデーのやつ。ま、わすげえ。くまちゃんカクテル。ありがとうございます。サンさんに作ってもらった。やったー。あと、そうスワン、なんだっけ、スワンボート、うん、一緒乗ろうって話してたんだけど、ちょっと次会えるのがいつになるかわかんないから、うん、せっかくだし、誰かと乗っておいでと思って、チケットもあげる。ありがとうございます。ありがとうね。でもしばらく連絡つかないと思うから、はい、ちょうどいいタイミングを渡しときたくて、はい、ありがとうございます。いやめっちゃなんか疲れてる感じ。いや疲れてない。大丈夫ですか。ありがとうね。はい、じゃあちょっとボス大変なら行っといて。また、はい、ありがとうございます。またまた会う日に。忙しいみたい。よし、やるべきこと終わったかな。もう今脳焼きとかそれどころじゃないからマジで。そう今はサブクエやってる場合じゃない。メインクエストの方が大事だろう。本気でクマちゃんのことが好きになったんですね。勘弁してくれ押し付けてくんの。きつすぎ。君がそうしたいのはわかるけど、それをこう公にしようと押し付けてくるのやめてくれ。月に楽しんでもらう分にはいいけど。多分こう好きになったことにしたいんだと思う。うわーこれ絶対好きじゃーんで、はしゃいでる、はしゃいではしゃぎたいからそれを
こう公式にしたいタイプ。本気で公式がやめてって言っても、でもそれは公式が言ってるだけだからって言って二次創作をあれにするタイプのやつ、一番大変なやつ。たまに見る。よし、では行こう。皆さん、のめり込みすぎないように気をつけてください。それでは始めていこう。私の名前はドクター・ボーボレ。この町の医者だ。